はい、こんにちは、劇団スカッシュ。それ好きなんだよ、それそれ好きなんだよな。忘れてたのに、今まで忘れてたのにお前が構えてた瞬間思い出しちゃったよ。俺は本当はやりたくないんだけど今日はですね、はい、宝部さんと、もっちゃんさんと、ああなんかたまに行くやつだ。あの年に2回だけちょっとセールがありまして、はい、洋服のセールでしょ。洋服のセール、うん、で、宝部さんが誘ってくれたんですけど、はい、で、私は3回目なの。うん、最初はどういう楽しみ方していいか分かんなかったから、うん、最初の1回目はあんまりなんかちょっと分かんないなみたいな、うん、なんか楽しめんのかなと思ってたんだけど、うん、ものすごい楽しみで、あ、今ね、もう今だからもうすでに今日終わっちゃったから、夏のセールはもう終わっちゃったもん。夏のセール終わっちゃった。まあとある時間からなんだけど、はい、そのもう2時間前から私は並んでましてで、一番楽しいのが、うん、そこのラベシともっちゃんと、うん、今から入るよっていう前の空気の時が一番楽しい。いや、今から入りますよって言ったらドキドキするわけよ。今から列が動き出しますとか言ってさ、で列が動き出してさ、ちょっとウキウキしながら行くわけよ。で、会場でさ、なんか安くていいもんねえかな探すんだけど、うん、どんどん人が増えてるから、最初は割と空いてる、うん、もうどんどん人が増えてって、でなんかみんな殺伐としてる。言ったらさ、バザーみたいな感じだからさ、安いのねえかみたいな。だからさ、こっちがこうやってさ洋服見てるんだけどさ、うん、隣の人とかさ、バザーって開くとさ、こっちが閉じるね、はいはい、閉じるからさ、バザーって閉じれたとか思いながら、でも俺はなんかそのなんかピリピリしてる人に思われたくないからさ、うん、このなんかもうこうなりながらこう見たりしてさ、で今日はね正直、うん、なんか今までで一番楽しみにしてたのに、うん、なんか一番見つけられなかったの今日。掘り出しが少なかった。なんかまあでも去年も確かそうだったけど、夏の方が難しくて、うん、だから T シャツと短パンじゃん夏って。まあね。であと靴もなんかいいのあるかなと思ったけどね、やっぱわりかし全部高くて、すっごい安くなってても、うん、なんか2万5000とか3万とかするわけ。まあ元値が10万20万だから。そうそうそう。で買ったのこれは。じゃあなんか買いました。今日はごめんなさい、今日 T シャツ2枚。いいですよ、すいません、ミシンです。1枚目、まあこのまあウィーウィルっていう、ちょっとまあ俺全然知らないんですけど、そのこのブランドさん、これはちょっと触ってもらえば分かるんですけど、うん、ちょっと触ってもらっていいですか。分厚っ。すっごい質がいいんですよ。おー、熱いね。すっごい質がいいから、うん、もういいねと思って、あとなんかここの肩になんかほんのちょっとだけなんかステッチっていうのはなんかこう折り込みみたいなのがあって。あ、本当だ。で、なんかちょっとほんのちょっとだけ変わってる形だったんで、うん、いくらがいくら。8000円ぐらいから、まあ半額ぐらい。そう、4000円ぐらい、3000円ちょい、3800円。ウィーウィル達也。はい、まあこんな感じですね。どうですか。なんか質がいいのは分かる。質がいいのも分かる。後ろは後ろ。あ、それどういうシルエットが良くなるのかな。どうなの。ユニクロと何が変わるのかっつったら、うん、まあそのこっちのモチベーション。まあそうだね。だからさ、大きくどうって言われると、うん、まあ別にいいんじゃないっていうのが正直なところだけど、うんうんうん、まあ細かく見るとなんか質は良さそうだな。3000円なんで、うん、まあユニクロだと1000円ぐらいだけど、うん、まあなんかちょっとやっぱりちょっとした違い。まあテンション上がるよね。そう、まあ、もう一個が、まあ、こういうなんかちょっとなんだこういうテンションの上がる入れ物だな。そう、入れ物に入ってまして、うん、はい、まあ、上げてみますね。これ何ですか。どこ、なんていうところなんだろうね。ウェーブ、なんか知ってるメーカーとかやっぱ高いんですよ。おお、いいじゃない。なんか裏腹系、昔で言う、まあウェーブっていうね、まあこんな感じですね、ウェーブ。あ、いいじゃんいいじゃん。これもまあ、これも3000円ぐらい。はい、こっちの方がちょっと高い。これはまあ普通の T シャツっすね、言ったら。まあ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 、まあ、これも半額ぐらい、ちょいグレーがかってる感じね。私なんで T シャツを買ったかというと、はい、今年なんかジョーダンの白 T シャツを2枚買った。ああ、あれか。なんかあんま質が良くなくてっていうのもあれなんだけど、なんかここがどんどん伸びてっちゃって、2、3回しか着てないのにちょっとテロンとしてる。なんか干す時に重みで、うん、ここがなんかどんどん伸びてる。でかいからな、タッテさんの。そう、あとスカッシュ T シャツしか持ってないのが嫌なの。うん、そのもちろんスカッシュ T シャツは好きなんだよ、うん、だからよく着てんだけど、こいつそれしか持ってないなって思われるのがやっぱ嫌で、うん、まあだからやっぱ夏は T シャツいくらあっても別に最終的に誰かあげりゃいいの。
迷ったボアのジャケットとかがあったの。なんか8000円ぐらいであったんだけど、うん、もう着ねえかと。そうなのよ。なんか着て悪くねえなと思ったんだけど、そう着る、そう次回の時にもっと暖かいやつ買うから。そうだから、まあ今年は夏だし、この2枚で収めておこうと。なんかね、実はバンズの靴も1個取ったの。すっごい可愛いバンズの靴があって、うん、これめっちゃいいじゃんと。しかも5000円ぐらいだったわけ。それがほうめちゃめちゃいいじゃんと思ったんだけど、俺最近バンズの靴もうダメなんだよ。えソールがペッタペタでさ、あーなんかね、歩いてて、うん、分かる、そういうの、あー足裏ってなっちゃう。分かるんだよ。俺もうホカイ履かなくなっちゃったんだよ。もうホカイ履いちゃうともう無理よ。無理だね。もうもしかしてナイキでもきついかもしれない、ホカイ履いちゃうと。なんかでもこういう風に楽しめるっていうのはすごく私としてはすごくいいんで、そのさ、はい、一番楽しいのが商品も見れてない並んでる時間っていうのがさ、うん、何が楽しいの。宝物を今から探しに行くぞっていう、うん、探してる時ってもう結果出てるね、うん、だから本当旅行の前、旅行の前の時間が一番楽しいのと一緒で。いや、ただそのさ、旅行の時はさ、行く場所も食べるものも決まっててさ、あれ楽しみだねじゃん、うんうん、その中入ってないでしょ。中入ってない。何が売ってるかも分かんないけど、うん、そのラベシとかもっちゃんさんと喋って、なんか、で、喋ってる間に、うん、みんなは何にも言ってないけど、うん、いいの見つけかるかなって3人とも思ってるわけ。そんな話しないけどね。あ、しないのね。なんか、こういうの欲しいんすよとかいう話は一切しない。なんか、しないんだ。最近どうなのみたいな、なんか、それウケるみたいな、最近ここ行ったんですよ、ウケるみたいな話しかしないんだけど、うん、一度入ったら3人とも1回も出会わない。あ、その感じがいいってことね。そう、一度入ったらあんなに楽しく喋ったのに、うん、今日も一回だけもっちゃんとすれ違ったんだけど、うん、その時もどうとつったら、もっちゃんが疲れましたと、俺もう気持ち悪いとか言ってすれ違ったんだけど、すっごい混むの本当に後半は。でなんか人が多すぎてマジで酔う酔うの、うん、もう本当ゴールドラッシュ、金を探しに行くってことハーッとかき分けて人を。なんか俺店員さんと喋ってる人が結構いて、一つ一つのブランドごとに店員さんがいるのよ、うん、ほうほう。でなんでこれ店員さんと仲良くして喋ってる人いるんだろうって、ずっともさ、うん、なんかその調子乗んなよと、こんな場所でこんな場所でなんかその俺は常連だぞぶるんじゃねえよと、うん、ふざけんなと思ってたわけ、うん、だけどやるやつ、よくよく話を聞いてると、うん、ああこれはもうすぐ売り切れちゃうと思うから買ったほうがいいよ。ああなるほどね、そういう情報を仕入れてる。そのそう、これはかなりお得だよとか、そうもうあとこれ、あとこれかなと、これは今回あんまり数入れてないからとかっていうのを聞こえてきて、うん、ですぐそれ見に行ったけど、その方これあんまり入れてないんだと思って、すぐそれ見に行ったら4万5千円と書いてあって、うん、ああ4万5千円ちょっと買えねえわと思って、うん、だけどなんかそういうのも楽しいの全部。1個欲しいのがあったの、なんかリーボックとどっかのコラボのやつが、定価がもうすでに5万ぐらいするやつ でそれで半額ぐらいかな、2万5000ぐらいで、うん、いや買えるけどちょい高いなと思ってたら、まあ、27だったから、それが28だったらめっちゃ迷ったんだけど、うん、そこまで迷わずよかった。なんか楽しそうで今日この人楽しかったんだなっていう感じ出てていいよ。まあ俺は今いいんだよ、それ楽しいんだ。楽しかった、マジ楽しい。だから見つけられなかったことすらも楽しい。2回しかチャンスないのに、うん、その1回が T シャツ2枚かあーとなるんだけど、そのあーとなりつつも楽しいから、くしゃーとか思いながら帰ってくるだけだ。なんでよかったね。楽しかったです。よかったねと思う。まあというところでね、はい、はい、Tシャツを今日は2枚買いましたというところで、それ、またね。